ミニマルワードローブチャンネルの星葉です。今日もですね、素敵なゲストに来ていただいております。今日はですね、僕が、これ何年ぐらい飲んでるんだろう、1年2年ぐらい飲んでるんですけど、これを飲むと、若返るとか、あとすごくすこぶる元気になるとか、とにかくこれを飲んでるだけでものすごい調子いいということで、そこの NMN という話題のサプリメントがありまして、そこをやってらっしゃる今日川原さんにお越しいただいて、 NMN とは何ぞやということをですね、お話を伺っていきたいと思います。ということで今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず NMN、 これ何かの略ですよね。そうですね、はい、ニコチン、ニコチン、アミド、アミド、モノヌクレオチド。もう一回言ってみようっていいですか、ね、ニコチン、アミド、モノ、モノヌクレオチド、ヌクレオチド、はい、これ一体何なんですか。そうですね、一言で言うと、はい、ビタミン B3 の一種なんです。一言で言うとビタミン B3 の一種、はい、ほうほうほう。なんか僕がの理解で言うと、はい、人間は、こうずっとなんていうんですか、0歳から、どん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 年齢が上がってきますよね。で、20歳になって、30になって、40になって、50になって、で、どん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 こう、下降線をたどっていくというか。で、同じようにその人間の中 の、 長寿遺伝子っていうんでしたっけ、それもなんかどんどん減っていくと、だけどそこに働きかけることができるのがこの NMN だっていう理解をしてるんですけど、それ間違ってます？正しいです。正しいです。サーチュイン遺伝子っていうものですよね。サーチュイン遺伝子、それです、はい、そうですよね、はい、それがどん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 年を取ると減ってっちゃうと。減っていくというか、はい、サーチュイン遺伝子に働く信号量が減っていくんですね、はい、信号量が減るんですか。そうです。そのサーチュイン遺伝子っていうのがこの、急に難しい話になって大変恐縮なんですけど、長寿遺伝子なんですよね。そうですね、長寿の遺伝子がサーチュイン遺伝子と、はい、でそこに働きかける、働きかける因子、因子、因子、はい、それの一つ手前が NAD と言われてまして、はい、ニコチンアミドジヌクレオチドというものなんですね、はいはい、先ほど言ったモノヌクレオチド。なるほどなるほど、ちょっと違うんです。2番目、はい、2番目、はいはいはい、でその NAD というのを、はい、がそのサーチュイン遺伝子に信号を働きかける物質なんですけど、なるほどなるほど、これを体の中に吸収するのがすごく難しいんですって、はいはいはい、いろんなバクテリアと戦うと死んでしまう、なるほど、だからその前駆体となるこの NMN、はい、ニコチンアミドモノヌクレオチドを人工的に食べましょうと、それを食べると、サーチュイン遺伝子なので、そこから体全体に信号活性化しましょう、活性化しましょうと、元気になりましょうという信号を送られるんですよ。なるほどなるほど。そうすると、脳から心臓とか内臓とかですね、骨、筋肉、細胞、ミトコンドリア、いろんなところの機能に働きかける、働きかけていくんですよ、ということなんです。皆さん分かっていただけます？つまり老化、人間が年を取るといろんなところがもう機能が落ちますよね、絶対ね、はい、でそういう機能を落ちることに対してこれを飲むことによってすごく機能が改善させていくというか、良くなっていくイメージでいいですよね。医学界で、私お医者さんじゃないので分からないんですけども、はい、医学界の中では、はい、この老化に伴っての老化疾患っていろんな病気があるじゃないですか、これってそれぞれのサーチュイン遺伝子に信号が送られにくくなることによって、はい、いろんな老化疾患が起こるんではないかっていう研究もされていると。なるほどね、はい、なのでサーチュイン遺伝子を働かせる、活性化させることが、はい、老化疾患を予防する、うん、少なくさせる可能性があると、いうふうにも言われてます。そうですよね、だから老化の根源ですよね。そうですね、そこを、だからこれを飲むことによって本当にアンチエイジングサプリの最近の中ではものすごい話題になってますよね。そうですね、みんなだってアンチエイジングみたいなこととか老化防止とかね、すっごい気になる、一番人間の根幹のテーマじゃないですか、はい、それはもうみんな老けたくないというわけじゃなくて、若々しくいたいなと。でなんかこう、じゃあ例えば何て言うんですか、脂肪がつきやすい体になるとか、なんか何て言うんですか、老化とともにいろんなことがシミができたりシワができたり、それの根幹ってやっぱりそういうところに働きかけないと全部がダメになっちゃいますもんね。そうですね、一言で言うと本当にもう体全体のバランスを整える。ああ、なるほど。それ一番わかりやすいですね。そうなんですよ。だからビタミン C だったら美白にとか、ルテインって言って目にいいよねとか、こういろんな原料って何々にいいっていうのが一つあるじゃないですか。この NMN はちょっと
ちょっと見えにくいところも一つのリスクかなっていうかデメリットかなと思うんですね、うんうん、だけど先ほど言いました信号がいろんなところのパーツ、うん、部位に働きかけるんだろうと思うので、うんうん、いろんなところの機能を高めるそしてバランスを整える、うん、マルチなものつまりじゃあ例えばですよ、はいまあ、この商品目の前にしてあれなんですけどじゃあ例えばシミになりますはいシワになりますよと、はい、お腹も出てきますよとただここに信号を送る人たちはここに根本があってここを働きかけないとこの人たちに信号がいかないってことですよねそうシミにも困ってるシワにも困ってるっていう人に対して、はい、例えばそれに、着目した原料が配合されたサプリメントとか化粧品を使ってるわけじゃないですかはい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 、はいうん、でもこの NMA のは、はい、そこには着目してないんですよ、うん、この全ての、はいお悩みに応えれるであろうというものであろうということです。なるほど。なので肌質が変われば、はい、もちろんシミとかシワとかも減っていくだろうし、うん、中性脂肪がついている方であれば代謝が上がって燃焼されて痩せていくだろうとか、うんまあ、そういった効果いろいろあります。これ飲んでいいことに越したことはないわけですよね。だからね、私がこれ、まあ、この2代目のブランドで今回ご案内させてもらってるんですけど、はいまあ、私も2020年から飲み始めてるんです、はい、実際どうですか川原さんは。私自身はものすごく変わったので、うん、自分が NMA のファンだから、うん、ファンだからより飲んでもらいたい皆さんに、うん、ちなみにどう変わったんですか。その2020年の時の飲む前と飲む前とですか、うん、もうあの変な話ね、画像で見せた方が早いですよね。あ、マジっすか。はい、これ21年です、ね、はい、2021年、はい、1月の25日とか、はい、ですね。何キロ違うんですか、はい、ピーク89キロ。89キロ、今何キロですか。昨日夜測って70.2キロ。ということは何キロですか。19キロぐらい痩せました。もう本当お腹出てましたからね当時は。なかなか中性脂肪が取れないなって言って悩んでたんですけど、はい、これがどん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 みるみるこう綺麗に。ちなみにこの NMA で何錠飲んでたんですか。これ何錠飲むもの。何錠っていうと、はい、まあ私は 400mg とか 500mg っていうのを1日取ってたんですね。一応こちらの、はい、あのこれゴールドの方が、はい、そうなんですよ。これあの1万2000って書いてあると思うんですけれども、数字で、はい、1万2000って書いてますね、はい、この大体数字っていうのは1瓶で NMN が何 mg 入ってますかっていう量なんですね、うん、だからこれだと1万 2000mg 取れるんです、うん、だから、これで1粒あたりに 100mg の NMN なるほどなるほど入ってます。ほう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 、はい、でそれを4粒飲むと400ミリ取れます。ああ、なるほど、これ4粒なんですね、はい、そうすると30日分ちょうど毎日毎日食べると。あ、じゃあ毎日 4つ飲んでいけば30日持ちますよと。はい、あ、なるほど、はい、これは何なんですか。この黒色方は NMN も入ってますし、はい、マカとか亜鉛とか、へえ、なんか元気になるやつがいっぱい入ってるんですか。アミノ酸の BCA とか L アルギニンとか、はい、そういったものも一緒に入れてるんですよ。へえ、すごい。だからそれぞれちょっと目的が違いまして、はい、目的を教えてください。金色の方は、はい、こっち、はい、どっちかっていうと NMA のたくさん飲みたい人向けです。なるほど、はい、男性だったらやっぱり4粒、うん、400ミリ取ってほしい。なるほど、はい、女性だったら300ミリ3粒でもいいです。あ、女性男性関係ないですね。男性関係ないですね、うん、はい、なるほど。で、老けるとかってことに関しては男性も女性も関係ないですか。関係ないです。で、私が太ってたんで、はい、NMN 以外にイヌリンっていう菊芋の繊維ですね、はい、お芋さんの繊維なんですけど、うん、これあの機能性食品の一つで、はい、よくあの食後の後の血糖値を下げるっていうサプリメントで売られてるものでもあるんですけど、はい、私やっぱりあの2型糖尿病になりますよって先生に言われてたから、太ってたから血糖値、はいはい、でインスリンを上げなければいけないっていうことで、うん、NMN もインスリンを上げるだろうと。ほうほう。で、菊芋もインスリンを上げる、うん、ダブルの効果で、うん、効果抜群な方がいいじゃないですか。いいかと、はい、だから NMN とイヌリンを一緒に入れたものがこれも金色です。金色、はい、じゃあ川原さんこれ飲んでたんですね。そうですね。でこれはだからその目的が違うという意味だと何系に、男の人向けですか。こちらはあのお疲れとか、はい、とか滋養強壮、あとは髪の毛お悩みの方とか、
え、髪の毛も、あとホルモンバランスとか、はいはい、ホルモンバランス、はい、みんな気になりますよね。そうですね、はい、そういった、まあ、男性にも女性にもなんですけれども、そういったマカとか亜鉛とかですね、うん、はい、運動の後のアミノ酸、うん、っていうところを一緒に複合成分として入れてます。なるほど、回復という これ一緒ですか。これね、小さいもので、はい、今回ちょっとこのゴールドをお買い求めの場合、こちらの黒色20粒をお付けしてますので。あ、なるほど、はい、へ、これ買うとこれついてくるんですか。そうです、 これがの20粒分。あ、素晴らしい。あ、はい、まずね、一緒に取ってもらったりとか、はい、トライで一回飲んでもらって、じゃあこういうことですね。お得セット。そうなんです、お得セットなんです、うん、でお疲れの方はこれですよと。そうですね、はい、そしてこれじゃあ何なんですか。これは酵素です。ぜひ飲んでください、うん、新しい商品なんですけれども、はい、え、今飲んじゃっていいんですか。触って このまま飲めます。あ、そうなんですか、はい、え、これ何ですか。ゼリーですか。チューっていけるんですか。酵素ペースト、ペースト味はどうなんですか。甘いです。甘いのお好きですか。大丈夫ですか。あ、まあ、まあ別にちょっと飲んでみようか。じゃあどうですか、うん、あ、美味しい。美味しいえ、ちょっと待って、プルーンみたい。あ、そうなんです。そう、そんな感じです。そんな感じです。これは84種類の野菜とか野草とか果物を黒砂糖と一緒にグズグズとこう熟成発酵させたものの上澄みをペーストに入れてるんです、うん、ただ酵素だけだったら、はい、まあ、他社さんもたくさんあるので、うん、差別化できないので、はい、これには NMN と相性のいい5アラという、はい、5アミノレブリン酸といって、はい、長崎大学の北教授がテレビでも発表されたんですけども、はい、ウイルスの増殖を阻害するというふうに発表された、はい、もう今時のサプリメントですね。そうなんですよ、うん、あと腸内環境を良くしたいので乳酸菌とか。マジっすか。腸は第二の脳っていうじゃないですか。そう、やっぱりね、そこをきれいにすると長生きする。長生きするって言いますよね、はい、なので NMN の良さをさらに引き出すために酵素プラス、酵素だったら自然なものだから全部抽出されているので、アミノ酸、ビタミン剤、これにもたくさん入ってます。分かった。じゃあこれをこう飲みつつ、はいはい、こっちでお疲れの人で NMN バッチリの人で分ければいい。そうですよ、ね、じゃあこれこういけばいいことですね。じゃあこれとこうセットですね。それぞれの要素がよってこう色分けはしてますけれども、うん、まあ、この NMN ゴールドを飲みながら、はい、これ飲むと、そうで、女性の方だったらちょっと腸内環境良くないよねっていう時はこういう方とか、免疫をちょっと高めたいよねなんていう方は飲んでもらって、でどっちかお疲れとか、お疲れとか男性機能、そう、ギャン機能とかどうのこうのっていう人はホルモンとかいう方はこちらを一緒に飲んでもらうとよりいいかもしれないです。あ、なるほどね、はい、素晴らしい。ちなみに何歳ぐらいから飲めばいいんですか。そうですね、まあやはり35歳以上、40歳、50歳と、はい、年を取れば取るほど必要なものがこの NMN かと思われます。なるほど、はい、じゃあ僕はマックス飲んだ方がいいってことですね。マックス飲んでください、まあ、飲んでますけどね、はい、なるほどね、わかりました、ありがとうございます。ちなみになんか飲み方みたいな、どうやって飲むといいよみたいなあるんですか。朝起きた時飲んだ方がいいよとか。そうですね、お酒と飲んじゃダメですよとか、なんかいろいろあると思うんですけど、はい、こちらのゴールドにつきましては、はい、先ほども言いましたようにNMN 自身エネルギー源の一つになろうかと思うので、例えば朝とか、朝いいんですね、これ。朝とかお昼ご飯を食べた後に血糖値が上がりますので、糖分上がりますので、そうすると疲れとかだるさを感じますよね、うん、なのでそういった時に取っていただきたい。なるほど、はい、でこちらの、はい、こっちは黒のボトルの方は、まあ、マカとか亜鉛とかアミノ酸が入ってますので、就寝前とか夜、おー、運動された後とか、へ、お酒をたくさん飲まれた後とか。あ、そっちもいいんですか。いいですね、はい、あ、お酒飲んだ、そういえばこれ飲んでる先輩が教えてくれたのは、はい、大島さんお前酒飲むじゃんと、俺これ飲むようになったからすごい次の日楽なんだよねって言われて、それで飲み始めたっていうきっかけもありますね。あ、本当ですか。だからこれ夜いいんですね。いいですよ。なるほど。ちなみにお酒飲まれますか。はい、お酒飲みます。やっぱ飲むと楽ですか。やっぱり楽です。ああ、そうなんですね、はい、飲んで次の朝、うんうん、すっきり起きれるかどうかってありません。めちゃくちゃ大事ですよ。ありません。めちゃくちゃ大事ですよ、はい、うん、だからそこら辺がちょっと変わってくるかもしれない。なるほどね、この NMN は、はい、なるほど、はい、じゃあ朝そして夜、これはいつですか。はい、この2つはあの水とかぬるま湯で一緒に飲んでください、はいはい、でこちらは普通に今飲んでいただいたようにこうずっといつでもいいですけれども、はい、酵素って熱に弱いので、はい、胃がちょっと休んでる時がいいですね。
へー、はい、というと、まあ、例えば、まあ、プルーンの味がするので美味しいですけども、はい、うん、例えばヨーグルトにかけてもいいですね。冷たいものにかけて食べるとか。へー、あ、そういうこともできるんですね。そう、でもコーヒー飲んだったら意味ないかもしれないですけどね。なるほど。アイスコーヒーにしてください、はい、とか、まあ、あのこちらも就寝前とかちょっとリラックスしながら食べていただいたらいいかもしれない。胃が、胃とか腸とかが休まっている時に飲むのがいいと。やっぱり酵素は熱に弱いっていうのがありますので。なるほどね、はい、わかりました、はい、そっか、ちょっと新しい新製品も加わって、今回は NMN アスリートから酵素が出たりとか、それから夜用朝用とあるんで、ぜひですね皆さん、この NMN アスリート、話題のサプリメントなのでぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。そして今回これを買った人は漏れなく、はいはい、この黒の20粒分、はい、だからこれまずこれ飲んでみた方がいいんじゃないですか。でこれだけだとあれだから、やっぱりさらに加速させるためにもこのNMN アスリートの、この酵素のやつと一緒に飲んでみてはいかがでしょうか。最後にですね、皆さんすごい素敵なあの朗報がございまして、なんとですね今回これを買っていただく方、クーポンコードをご用意しますので、そちらから買っていただける方にですね 10% オフということなので、非常にお買い求めしやすい、価格になると思いますので、ぜひこの NMN 体感してみてはいかがでしょうか。ということで今日は川原さん、いろいろありがとうございました。ありがとうございます。改めて聞くと、やっぱりちょっと自分のなんか中で理解してたその長寿遺伝子、サーチュイン遺伝子の話とかってあんまり理解できてなかったんですけど、今日話聞いてようやっとなんとなく腑に落ちた気がします。本当ですか。はい、はい、ということでありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございます。ということで YouTube のチャンネル登録、それから高評価、コメントの方もこちらにぜひどしどしご応募待ってます。ということで小原さん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。またお会いしましょう。この辺で。